の高齢者の暮らしを視察する機会がありまして、その時にやっぱりアメリカの高齢者の方ってすごく楽しく過ごされていたので、こういうのが日本にもあった方がいいんじゃないかなということで、こうやってみようということで始めたんです。認知症自体がですね、まだこう医学で明快にこう解決していることではないので、私たちがどうっていうのはないんですけれども、やはりその認知症の進行っていうのが止まったっていうご家族の声っていうのは多くいただきますね。実例であったのはそういうふうな方で、要介護5の方がいらっしゃったんですよ。で、こういうのあるからいかがですかって言ったら、もう最初ずっと車椅子だったんですよね。で、3ヶ月ぐらいしたら少し歩行器に変わって、で、6ヶ月ぐらいには杖で歩行されるようになってですね、要介護度も5っていう一番重度のものから3まで改善されている事例っていうのがあって、これ決してラスベガスで珍しいお話ではない。意欲的に生きることが困難になる状態が要介護状態なんですけれども、その状態の時にですね、やっぱり前向きにいかないとですね、どん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 状態は悪くなる一方ですから、5万事業所もやっぱりデイサービスがあるわけですから、その中でご自身の思考に合ったところに意欲的に通っていただいてですね、適切な機能訓練を受けて、で自立改善に向かっていけるような介護のあれがあるといいなと思っているので、別に家事にこだわることは私は実はなくてですね、他になんかこう高齢者の方の思考に合った、そして意欲的になるようなものがあって、それが機能訓練につながるようなデイサービスがもっと増えればいいなという一心で、私たちはこのラスベガスを展開をさせていただきたいなということで、年が50歳離れている高齢者の方と対等にですね、コミュニケーションが取れるのがすごく楽しくて、お前がこういうの作ってくれて本当嬉しいよみたいなこと言われると、僕自身もやってよかったなっていうのは思いますし、常日頃介護スタッフがですね、そういうふうに交流されている方から、いやここは本当にいいねっていうふうに